1985年、いいじゃないか。守さんはこの時代を気に入ったようですね。この時代は機械がいっぱいあるんだよ。電気屋に行ったら機械でいっぱいなんだ。みんな四角くて分厚くて大きい。パソコンもみんなかっこいいんだよ。四角くて大きいと機械なんですか？お前は何も分かってないんだな。大きくて四角くてボタンがいっぱいついているものが機械なんだよ。最近は本格的な機械がすっかり減ったがな。ではボタンがついていなくて薄くて丸いものは機械ではないのですか？それはせんべいだ。難しいですね。次回の16ビットセンセーションは第9話、またねです。僕はまだ帰りたくないぞ。